皆さんこんにちは。吉丸です。徳永です。今日1月7日なんですけど、ちょっともうエベスさん始まってますけど、大阪天満宮の方にやってきて、今週末が共通テストということで、はい、合格祈願のお参りにやってまいりました。やってまいりました。ちょっと人が多いんで小声になりますけれども、はい、うわすごい並んでる、並んでますけど、まあお参りして、で絵馬あったあった絵馬書いてやっていきたいと思いますんで、じゃあ早速行きましょう。はい、行きましょう。二礼二拍手。お願い事一礼。はい、そうです。はい、ありました。見てる皆さんが合格するように、はい、ちゃんと合格祈願しました。祈りました。放送が10日やから、はい、3日後ぐらいか、あの数学1解かないようにそう最初あそうあそう 何祈ったあそう皆さんが合格しあ言ったあかんやつですよ。あそうなんや、うん、じゃあなしで数学1へだけなんとか解けますように。じゃあおみくじ引きます。引きたい引きたい。絶対大吉出す。でもランクがようわからん。大吉あるんでしょ。大吉とかあるんでしょ。なんかここあるんですか。わからんわからん。あれなんて読むの。これなんて読むんですか。初豊漁。ほんまですか。わからん初豊漁。適当すぎやん。すごいおみくじこんなんなんや。てか当時は行った。知ってないです。ラオティとか行ってたよ。ラオさん。あそうなんや。行ってた。あれ撮影日が年末すぎて俺行けなかった。ああドキドキ。ん？すごいボールや。すげえ。すごいね。おめでとうございます。大丈夫行ってきて。お願いします。はい。向こうで見る。お願いします。おめでとうございます。はい。48番。ありがとうございました。一斉ので開きます？ちょっと見えちゃったけど。どう？見えてない。ドキドキする。48番。はい。じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい。行きます。今年の運勢。みんなの運勢。みんなの運勢。せー、あ、見えた。せーの。え、吉。ねえ、嫌や。え、小吉やん。ねえ、嫌や。俺マジで変わらん。もう一回結ぼう。え、萌えは？え、マジで嫌かも。吉村さんが仕方がない。小吉。小吉、なるほど。学業、うん、学業のとこ見なあかんか。はい。あ、短期集中で充実する。あ、じゃああと3日。うん、3日。あと3日で3日充実します、皆さん。日々の努力で結果が良くなる。うんうん、いいですね。あ、俺願い事さ、今は目標に手が届かないやって。どこにあるんですかね。あるあるある。着実に進めよう。おお、着実に進んだらいけるってか。俺全然良くないや。健康全開とは言えない。養生が肝心です。風邪ひいてるし。うん。はい、前は。恋愛。恋愛真心を通じて誠実な人と出会う。おお。どうなんでしょう。真心。うん。どうなんでしょう。恋愛手の届かない人とは慎みなさいって言って。慎んでください。俺？なるほど。全員に？で、まあ、DM ですね。インスタで、うん、会えませんかって言ってくる人たちに向けて勉強してください。はい。エマあんの？あ、あるやん。合格のお守りのやつ。買いましょう。人生初ですけども。はい、私も行きましょう。おっちゃった。ちょ、これ結ぶわ。え、吉は結ばなくていいですよね。もう結ばないです。え、吉ってどうなん？結ばない。吉結ばないじゃん。俺、あれ平安神宮でも小吉やったんですけど。大吉になりますように。あ、風が強い。寒いね。これどう？どう結ぶのかな。あ、もう結ぶ用意しちゃった。いらん。持って帰ろう。ってことでエマに行きましょう。はい、レッツゴー。お守りですか。はい、エマあっちにある。あっちにある。いや、もう出てる。あのテント。ああ、はい、あ、めっちゃある。
今年牛年じゃないですよね。そうない。そういうことじゃないんじゃない。多分じゃあ、はい、行きましょう。レッツゴー。どれだろう。え、どこに買うの。分からん、どこで買うの。これどこで買うんだ。着替えんじゃないですね。うん、向こうで買わないといけないんじゃないか、やっぱり。だ買いに行きましょう。すみません。いえいえ。あ、怖っ。でも動画だ。動画なんやから怖い。何がという。難しい動画なんやから。いつもやったら絶対。これも使われてんねや。あ、ほんまですか。いつもやったら何。いつもやったら。お前何してんの。言ってない、言ってない。時間のぐらいやったら。いつも通りやねんけどな。動画ない、優しいですね、やっぱり。ありのままをお届けしてますけども。絶対嘘じゃないですか。いやいやいや。でも、あの大忘年会のやつあるじゃないですか。あれ大忘年会なの。うん、3人でやっただけやけど。ボカにバレて、あれでお前出てきてんけどみたいな。どういうこと。怒られるかなと思ったけど、全然大丈夫やった。あ、そうなんや。うん、楽しそう。お前ずっと食べてるやないかって言われました。あ、よかったやん、じゃあよかった。ということで、買ってきました。はい。あ、これ見よんの。合格のお守り。はい、買ってこれは開けへんねんて。開けへんまま。そうなんですね。持って帰って、はい、今から絵馬描いていきたいと思います。はい、絵馬描きます、はい。初めてやるかもね。私も。うん。合格祈願。え、何買った。みんなが、どうしようかな。え、早いね。寒い。手がかじかむ。オッケーです。書き終わりました。これ見せていいんかな。いや、まあ後でね。はい。こんな長くないよな。うわー、めっちゃなんか名前書く場所がなくなっちゃった。え、自分の名前書いちゃいました。まあいいんじゃない。いいですか。はい、ということで、はい、普通、ちょっと普通かもしれない。じゃあ萌えから。受験生のみんなが合格できますように。はい。あ、字綺麗やね。恥ずかしい。もういい。いやいやいや、いる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 。いるいる。はい、普通に。オーソドックスの。はい。なんで馬なんやろ。牛や、牛なんやろ。生徒たち、視聴者さんが公開しない結果になりますように。はい。字余り。字余り。吉村信弘です。はい、福永萌えで。でもすんごいね。どこにしよう。誰の上にかぶせよう。あ、でも高校入試が多いな。あ、私ここのね。じゃあここにしよう。はい、ということで合格です。はい、合格しました。合格しました。もうこれでも合格。え、なくした。神道とか神社。何を？これ置いてきてるやん。ごめんなさい、ごめんなさい。映して映して映して。もうマジで子供みたい。これ怒られるやつやん。怒られるやつやん。ね。はい、ということで、はいはい、合格祈願と絵馬やってきました。やってきました。皆さん合格できますように。できますように。まあ3日分で終わる人がおらんからね。そこから長期戦なんですけど、僕みたいな鼻声にならず体調崩さず、はい、あとまあ後悔しないようにって書いたんですけど、うん、まあ、やりきってほしいなと思います。うん、最後まあいいやじゃなくて、最後の最後まであがけば、まあどう結果になっても後悔しないと思いますんで、はい、来月、再来月ぐらいかな、結果出て、まあ、やりきってよかったなと言ってもらえるようにお参りしましたんで、はい、はい、皆さんの成功を祈っております。はい、はい、まずはあれですね、共通テスト頑張ってください。はい、頑張ってください。はい、ということで、共通テスト合格祈願、はい、違う、大学受験合格祈願の動画でした。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。